毎年日本一っていう目標を立てて、臨む憧れの舞台でした。小学校からの憧れであり、夢のような舞台でした。3年間日本一という夢を共に追い続け、最後の花園にかけていた2人。もう負けたら引退っていう分かってる中で、やらなきゃいけないっていう気持ちもあり、後半の最後の方に取った高台のトライは多分ずっと忘れないぐらい印象に残ってます。結局3年間日本一というのを達成できずに終わってしまいましたけど、もっとできたんじゃないかっていうようなことが、今の自分を成長させてくれてるなと、そこの花園で学ぶことができたことかなと思います。あの時の悔しさを今新たなステージで、今まで自分たちが準備してきたことをしっかり発揮し、勝利を積み重ねていきたいと思います。目標はディビジョン1に昇格することです。よろしくお願いします。初戦で当たるんですけど、まあ高台とジャンプしたら全力で勝負していきたいなと思います。リーグワンは12月17日開幕、全国高校ラグビー大会は12月27日開幕。